皆様おはようございます。本日はですね、こちら、チートの作り方ですね。チートでございます。チートって一体何よみたいな感じでございますが、ホルモン関係でございます。そしてね、これ材料なんですが、豚のね、胃袋でございます。そしてこれね、スーパーでたまたま下茹でしてあったやつをね、見つけましたので、これを使ってね、味付けチートですね、作っていきたいと思います。まずですね、軽くざっと、洗ってございます。そしてですね、こちら、お鍋にね、今お湯を沸かしております。これがね、沸騰したら、こちらを茹でていきたいと思います。まあ茹でてあるんですが、もう一度ね、茹でることによって臭みが、なくなると思われます。お湯の方がですね、沸騰しましたので、ここへね、ガツですね、ガツをガツンガツンガツツンチートでございます。これを入れてね、そうですね、7分ぐらいね、茹でて茹でこぼしていきたいと思います。はい、チートの方がですね、ブク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 ンクンですね。はい、沸騰してからね、7分が経ちましたので、これをね、ザルに1回あげていきたいと思います。はい、こちらにね、ザルが用意してございます。この中にね、ズッコンズッコンスコルバズッコンコンですね、はい、入りました。そうしましたらね、これ軽くね、水洗い、してくださいませ。この蒸気でね、何が何だか分かりませんが、はい、こんな感じでございます。はい、これを水洗いして、もう一回ね、ザルの方にスコンスコンスコンですね。はい、そうしましたらね、もう一回茹でていきたいと思います。手間かかりますね、ホルモンは。はい、お鍋にですね、今回はこちらですね、ネギのね、ちょっと青いところ、まあいらないとこ、それとね、生姜のスライスを少しですね入れてあります。こちらが沸騰してからね、さっき茹でこぼしたガツをもう一回ね、入れて茹でていきたいと思います。はい、ネギと生姜が入ったお湯がですね、沸騰してまいりました。沸騰しましたらこちらですね、ガツです。ガツをガツンツンツリツンツリコンとね、もう一回入れてください。そしてこれでね、30分ぐらい煮込んで、仕上げになります。それでは30分後に失礼いたします。はい、豚ガツを茹でて、30分が経過しました。こんな感じでございます。そろそろね、よろしいのではないかと思われます。そしてこれをね、ガッツンガッツンとね、別容器に入れます。あとはね、これを刻むだけでございます。皆様本日も調理お疲れ様でございました。はい、豚ガツの方がね、茹で上がりました。それではね、味付けに入っていきたいと思います。この辺ではチートって言うんですが、皆様のところではチートって言わないんでしょうか。まずこれですね、これをできるだけ細くね、はい、細く切っていきます。こんな感じですね。はい、うちの町、まあ、うちの町というか小田原関係ですと、焼き鳥屋さんとかに行くとね、チート一つくれよみたいな感じで、どこでも大体ございます。そして持ち帰りの焼き鳥屋さんとかでもね、チート一袋お願いしますっていうとね、出てくるんですが、皆様の、町タウンではどうなんでしょうか。はい、そうこうしてるうちにね、細切りに、チートチートチットッとですね、なってまいりました。はい、非常にね、これ弾力があってね、美味しゅうございます。はい、じゃあラストね、切っていきたいと思います。はい、ここまで来たら、あとはね、盛り付けに入ります。まあ、あの器の方にね、ガッツンガッツンツルルンポンですね、ガッツンガッツンツルルンポンです。はい、そしてここにですね、ポン酢ですね、ポン酢、ポン酢をガッツンガッツンツルルンねんですね。はい、そして白ごまガンガンガガンガガガンガン。はい、そしてごまアビーラですね、ごまアビーラをたっぷんたっぷん。はい、そしてお好みでね、ラー油、入れてください。ラー油カッツンカッツンですね。はい、あとはですね、これをよくかき混ぜ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 ッティングして、たっぷりね、ネギをドカンと入れて、はい、これで完成でございます。はい、皆様本日も調理の方お疲れ様でございました。それではね、テーブルの方に運んで、食していきたいと思います。はい、テーブルの方にですね、チート運んでまいりました。最後にね、ちょっとレモンを添えてみました。あとはね、レモンをいつものようにキュキュンパッパとね、絞っていただくだけでございます。
それではね、いただいてみたいと思います。いただきます。いや、このコリコリ感とごまのプチプチ感ですね。そしてポン酢の爽やかさ、これね、お好みでさらにね、まあ、一味とか七味とかね、ガツンガツンと、かけていただければ幸いかと思います。はい、それではね、いただきます。うまい。やっぱホルモンっていうのはね、いいつまみになります。最高。あ、最高でございます。はい、それでは本日の最後まで無駄なしまかない道場ご視聴誠にありがとうございました。本日はですね、チートの作り方、皆様のお待ちでは果たしてチートと言っているんでしょうか。それでは失礼いたします。うまいです。最高。チート。